おはようございます、岡田店長です。おはようございます、りこちゃんです。今日はヤグラのフルーツがいっぱい食べたーい、イエーイ。ということで店長、今日はジャグラーにはフルーツがいっぱい詰め込まれていますよね。詰め込まれていますね、すっごく。ブドウ、チェリー。あ、そうですそうです、感が鋭い、はい、今日はそちらをいっぱい取れたら食べつつペカ出していこうと思います。ほう、はい、ということでいっぱい食べていきましょう。カモン、いけ。何を打てばいいですか。じゃあアイムからでもいいですか。アイムから、はい、お願いします。カモン。ショート、ショートじゃありません。何見てるんですか。何も。店長はフルーツ好きですか。はい、好きですよね、まあまあまあ、はい、好きです。はい、ジャグラーも好きですか。ジャグラー、まあまあ、好きですよね、まあ、好きです、うん、なんでその好きと好きを組み合わせることによって、はい、ペカリを誘発することができるんですよ。ショートこれ違います、本編です。なので、とりあえずアイムジャグラーに来ていただいたんですけど、はい、普通にジャグラー打っていただいて大丈夫です。いいですか。その中でちょっとオカルトがあるので試していただきたいと思います。いいでしょう。はい、じゃあいきます。お願いします。ポンポコポン、まだ打てばいいと。普通に打てばいいです。はい、で私がちょっと止まってほしいっていうふうにちょっと言う時があるんで、その時ちょっと止まってください。はい、ペカまで。あ、ペカまでじゃないです。はいはい、ストップって言ったらちょっと止まってください。まあそれまでは普通に打っていただいて。なんだ、あ、止まってください、ストップ。ブドウです、ブドウ。これテンション大好きな。あ、そうそう、マスカット。お、よく言ってくれました。そう、アイムジャグラーはマスカットです。はい、で、このマスカットの時に、店長。マスカット出てきた。食べるの？そうです。このマスカット、これを一つ食べることによって、あの、配慮して種もついてないです。皮も食べられます。うん、どうですか？朝一の。飴食べちゃった、さっき。え？甘さあんまりわかんないけど。なんで甘さ？じゃあ、ブドウの時ブドウを食えばいいのね。膝の上に置いてくれた。そうです。そういうことですね。そういうことです。ブドウの時に、はい、ブドウを食べることによって、あ、でもあの食べたいって気持ちは出てきました。本当ですか？うん、ま、あ、もうまた早く食べたい。あ、そうか。これは何ですか？チェリーボーイです。チェリーボーイ、はい、チェリーボーイということで、こちらさくらんぼ、さくらんぼ。これミニトマトじゃん。え？ミニトマトじゃん。嘘。間違えちゃった私。嘘でしょ？え？え、嘘でしょ？いや、さくらんぼです。いや、さくらんぼじゃないじゃん。さくらんぼを食べることによって、余計ペカります。これさくらんぼじゃないよ、これ。さくらんぼです。あ、どうですか？ミニトマト。なんですか？もうミニトマト嫌い？見てわかんじゃん。え？もしかして店長ミニトマト嫌いですか？まあ、別に。あ、別に美味しいですよね。うん、さくらんぼは時期が終わって売ってませんでした。あー、うん、そういうこと。はい、そうです。じゃあチェリーだったらこれ食わないといけないってことね。あ、そうですそうです、はいはいはい、これをあのチェリーだと思って食べてください。これを繰り返すことによってペカリまくる、そういう動画になっております。了解。はい、ぶどう食べたい。ぶどう食べたい。はい、ちなみにこれシャインマスカットですね。これ美味しい。あ、美味しい、よかった。ぶどう、そしたらいいですよ。これはいいかもしれない。お、いいかも、よかった、うん、そう、店長、嫌な企画はやってくれないんですよ。そうなんです、もうわがままに育っちゃってんで、もうそう、わがままで、うん、私たちもやってくれるかなって思いながら、はい、なんで、でも、もう二度とチェリーが出ないように。確かになんか、うち狙ってる場所違いますよね。なんでベルナの狙ってるんですか、ずっと。ダメ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 、いや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 、ダメダメダメ、ちゃんとチェリーも食べないとペカりませんよ。どう見ても分かるよ、もう大人だよ。いや、チェリーですよ。え、あ、チェリー大人だったんですか。チェリーじゃねえし。え、わ、ブドウ。そんな違うんです、俺は。あ、ブドウ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 2連チャン、いっぱい食べられる。こうすることによってジャグラーも同じ気持ちになれて、あ、ブドウが出たらブドウ食べてくれるっていう嬉しさ、それで仲間意識を持ってペカります。おいしい、おいしい。あ、よかった、おいしい、いただきました。朝フルーツいいね。あ、いいですね、確かに、うん、いい、よかった、狙ってる場所違います。嫌なんだよ、そこじゃチェリーこぼしちゃうじゃん。そうなんだよ、チェリーはいらないのよ、もう今。チェリーじゃないんだもん、チェリーだったら、チェリーじゃん、チェリーだったら食べるよ。あ、ブドウ、ブドウうまい。何個目のブドウですかね。あ、ブドウ2連チャン、ちょっと多いな。あ、3連3連3連やんなくちゃったな。え、ブドウ、よし、ちゃんと食べて。ちなみにマスカットの台だからアイムジャグラー選ばせていただきました。ああ、いいね。うん、隣の、これ終わったら次マイジャグで
お、いいんじゃないですか。やってくれますか。ファンキーとこのハッピーちゃんはブドウなんで、まあ、チリーじゃない。全然チェリー出ないじゃん。わかった、じゃあチリー出たら、うん、リコちゃん食いね。え、ダメですよ、ダメ。そうだったら俺だからすぐ一生懸命頑張れる。なんで私食べるんですか。そう、そうだろう。トマトも好きですよ、だけど私は。俺あんま好きじゃないな。私食べてもだって意味ないもん。店長食べないと。あ、ブドウ。そうそう、10個くらい食べてますからね。10個以上食べてるか。ほら店長、これは何でペカりましたか。ベルが外れたからですね。違う、ブドウを食べたからです。あ、じゃあ次、マスカットがあるマイちゃんへ。はい、と行きます。はい、マイジャクです。嫌なんだよな、ミニトマト。え、好きじゃないな。ちゃんと、あ、やった、ボー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 、10ゲームバーチャンス。やった、10ゲームバーチャンス。10ゲームバーチャンス。この間にチェリーを引くか。はい、あ、やば、10ゲームだ。え、なんでチェリー出ないの。俺のブドウも出ない。確かに。あ、来た、ブドウ。ブドウ、ブドウ、いいな、シャインマスカット。うん、あ、ブドウ。こういうお客様増えるといいね。え、そうですね、みんな食べながら食い散らかしながらジャグラー打つ。ポテトチップスとかを持てていいですか。あ、来たー、来たー。好きじゃないな、硬い、しょっぱい。これちなみにそのトマトの中でもアイコっていうトマトで、フルーツトマトって言われてるんですよ。甘くない。だからこれはもうサクランボです。サクランボ食べたかった。そしたらノリノリになれたもんね。なぜかベルナになって、あ、元気になった。じゃあ、10ゲーム交代で打っていきましょうよ。こっから30ゲームから40ゲームはチェリー狙うためにバー狙い。はい、40ゲームまで耐えたらどんな場所で打ってもいいです。はい、あっ、あ、やった、すごいな。もう美味しいですよ、やって。これしかも朝ですよ、絶対健康にいいもん。ぶどう、あ、ぶどう、美味しい、美味しい。あ、よかった、よかった。やっぱブドウって結構水分あるから、食べ過ぎちゃうとチャプチャプになっちゃうかなって、お腹が。ほう、で、お腹がいっぱいにもなっちゃうかなって思ったんですけど、うん、なってるよ。ブドウ、あ、なってます。よし、もっといこう。よし、ブドウ。いや、もういいかな。え、だから私としては、ペカって欲しくない。はいはいはい、うん、うん、お、三連ブドウ来た。辛いな。今お腹の調子はどんな感じですか。じゃあ 8? いやー、 9? シャインマスカットで、シャインマスカットで、シャインマスカットで9、幸せだな。あ、来た来た来た、多いな。そういえばチェリー見てない。え、で、分かった、こっから、うん、今から店長マックスクレジットを入れますよね。はい、このクレジットが消化できるまでは、うん、バー狙いしかしちゃいけません。それでいきましょう。やってみよう。うん、ブドウ、いいの、なんか私も羨ましくなってきた。シャインマスカットは撮影後美味しく食べたいですね。残したくない。あと半分くらいしかなくなっちゃってる。ブドウ、バーをここにビタ押してんの。それはどういう意図ですか。どう思います。チェリーがその下についてるから。チェリーが出ても出ないとか。そういうことです。ちょっとちょっとダメですよ、そんなことしちゃ。これダメダメ、技術があるんだもん。ダメ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 、そんな不正があるとは。私の知識が浅いがために分からなかった。まあ4個前にチェリーがいないんです、今のは。なんで。よっしゃ、よかったよかった。なんかクリアされちゃった。お腹いっぱい。お腹いっぱい。ではこれが300とかまで今日はハマってもいいかなって思ってますね。やだ、ハマればハマるほどなんで。ペカ取り行った方がいいのかな、これは。いや、ここでこの77ベルペカんねえもん。ペカんないっすね、確かに。だって129だよ今。早く終わりにするためには、はい、俺の7。まあそうですね、俺の7をリズムよく狙ってればペカるんだけど、うん、その間出るトマト、トマトじゃない、さくらんぼ、チェリーです。何ですか、トマトって。どうしようかな、
ペルナーラ我慢しよう、まだまだ我慢する、我慢する。そんなにトマト嫌いですか？好きじゃないね。お腹いっぱい、お腹いっぱい。じゃあ私もトマト食べよう、大きいやつ。何食べてる？トマト。ダメだよ、食べちゃう。なんでダメなの？当たり前だろ。俺が出して俺が食べるかもしれないだから食べちゃうんだろ。え、急にダメって。さっき食べていいって言ってたのに。当たり前や。急に俺のトマト。俺のトマト。酸っぱいって言うから、本当に美味しくないのかなって思ったり、ね。気になるでしょ？気になる。ダメ。なんでブドウブドウ。俺のマスカ。なんか心なしか食べるの遅くなってません？いいですね、ブドウ。なんで皆さん、これベルナナ狙えばチェリーこぼせますんで、ぜひやってみてくださいどんなおすすめ？トマト食わないおすすめで、まあトマト食べたくない人は確かにありですね。けど店長はいいですよ、ちゃんとトマトじゃなくてチェリーって思って食べないと効果ありませんからね。チェリーだったら楽しく売ってるよ今。だって売ってないんだもん。あいよ、いけって。ブドウ妥協しちゃいけないんだよ、売ってんだから。いやいや、ごめん。いやいや、酸っぱい。え、酸っぱい？え、今食べたのブドウでしたよね。酸っぱいなった。あら、外れブドウ。もういい。ブドウ、いいぞ、ブドウダッシュ、ブドウダッシュ。やだもうすぐなくなっちゃった。え、シャインマスカットですよ。あー、甘い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 。おい、サレちゃん、このショート長えな。え、ショートじゃないですよ、本編です。これ食べる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 、撃つ。ブドウもやです、嫌いになっちゃう。嫌い、大丈夫大丈夫。にしても食べましたね。私が撮影後に食べたかったブドウもなくなりそう。トマトダメな。ブドウカウンターいくつになってんの？30とかにはなってんじゃないですか。30で済むかな。40くらいになってるかな。わかんない。体感は何個くらいですか？20、あっち何ゲームだっけ。60ゲーム、300、6の50。お、ブドウの確率から考えてますか、もしかして、はい、全然体感じゃない、いいぞ。これフルーツ打法って言うんですよ。これじゃフルーツ打法やってません。なんだそれ。チリ入れてもフルーツじゃないじゃん、食べてんの。トメト食べさせるんじゃん、トメト。トメトじゃない、あれ。あ、ブドウ。だってもうこれペカらせないやり方やってますよ、だって今ほら。え、ペカらせません。260ゲーム。暗いよ。けど辛いのは、ちょっと動画的にはちょっといいですね。まあ、あとはシャインマスカット全部食って、食わせないようにしようかな。ちょっと待って、ちょっと待って。やめてよ。バー狙いがいい、バー狙い。だってほら。ゲーム数が言ってるって。チェリーを出さないから、チェリーをこぼしているから。あ、ブドウ。何が足りないか。そう、チェリーです。チェリー、チェリー食べる、チェリー食べる、うん。ショートのくせに違う、本編ブドウ。投げたい、投げつけたい。でもあ、ブドウブドウ。やだ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 、なくなっちゃうよ。数えるくらいしかブドウないんじゃないですか。ああ、え、来ます？めっちゃ綺麗じゃん。ベル？ベルコブイ。来ました？はい、よっしゃ、まだいっぱい食べられるぞリアルあとどんくらいですか、見せられますか、それブドウどんくらいか。あ、ブドウだ。あとどんくらい？三つ。え、待って待って、三つ？待って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 、三つだ。え、食べ尽くそうとしてるんですか？してない。してない。と結構前からしてない。あ、ブドウ。え？あ、ブドウ。やばい、店長。あと何個ですか、ブドウ？あと一個。え、ちょっと待ってよ。しょうがないでしょうが。え？え？ラ、え？あ、食べちゃった。ブドウ食べきった、あんなにあったのに。え、よし、ペカラスか。このビデュービデュービデュー、食べなくていいっていう、そのやっと解放されてから、あとはチリを出さないように打てば OK。 あ、それならいいです。おい、お、
ういうこと。サブロッキュー。サブロッキュー、いいですね、サブロッキュー。マージャンみたいな。はい。結果、はい、シャインマスカット、はい、食べてもペカりません。マスカットを食べなくていいっていう、このストレスか解放されたストレスフリーになってペカるんだから、うん、やっぱり打つときは何も考えずに楽しい気持ちで打てばペカりますってことです。じゃあビッグかバッグか見ますか。はい、見ましょうか。はい。まあ、きっとこれビッグですね、両方とも。これフルーツ打法やったんで。マジで？あ、ぶどう。え？ぶどう抜き。そんなに。ぶどう抜きしたら、これ。あとこれがチェリーだったらね。あ、そっか、チェリー抜きじゃないのか。チェリーだったらもうしょうがない、ルールなんで。こんな時に限って。あ、フルーツ打法やったからですよ。持ってこいよ。すごい、3連じゃん。トーン！トーン！アイム。アイム、早かったですね。これは綺麗だな。ベルク、ベル外れ？はい、ベル外れ。わー！はい、ということで、フルーツを食べれば元気100倍でした。ショートでした。違います。ありがとうございました。です。ありがとうございました。次回も楽しみに。バイバイ。バイバーイ。トマトは美味しくいただきます。私が。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がよかったら、チャンネル登録と、高評価、グッドボタン、ベルマークの通知をよろしくお願いします。上手。素晴らしい。素晴らしいですね。いい感じ。言ってやったんだけど。